では読みます。七スケミンの皆様へ、そして今たまたま私の配信を見ているよって方たちも、ぜひ私の気持ちを、今の気持ちを綴らさせてください。約2週間私を見つけて配信を見てくださり、本当に本当にありがとうございます。私の配信、正直にどうでしたか？皆さんのことを楽しませれましたか？私はすごく楽しかったです。私が楽しかったということは、皆さんも楽しかったはずです。今はこの配信を終えるのがすごく名残惜しいです。2週間前、こんな私を見てくれる人なんているのだろうか。顔出しして3年前と顔が違う、整形しただろうとか、20歳でアイドルを目指すのは遅すぎるとか、批判がたくさん来るのかなって不安でいっぱいでした。でも後悔したくない。誰に何を言われようと、私らしく絶対に ST48 のメンバーになるんだって意を決して、実際に配信を始めてみたら、想像以上に温かく優しいコメントで溢れていて、そして第3期受験生として迎え入れてくれて、想像の100倍嬉しかったです。ショールームは合否に関係ないとゆえ、初日から2という素敵な順位にしてくれて本当にありがとうございます。2日間配信をお休みするというアクシデントも起きましたね。せっかく皆さんが挙げてくれたのに、私の管理不足でと、すごく悔しかったのを覚えてます。あの時は謝らさせてください。ごめんなさい。復帰してからもう他の子に行っちゃったかなとか、いろいろ考えたし、どうなるかと思いましたが、またすぐに戻してくれる七スケミンの皆様の団結力はとてもすごいなって思いました。そこから1位に上げてくれる期間もそう長くなく、あの時は本当に本当に嬉しかったです。嬉しかったです。私は何かをやる上で一番になれるような人生ではなかったです。いわゆる普通でした。そんな私がこの人生をかけたオーディションで一瞬でも1位になれたという事実は、今後の私の人生の自慢です。私ってこんなにたくさんの方に愛されているんだなと改めて実感し、胸がいっぱいになった日でもありました。懐かしいですね。順位の話ばかりすみません。本当に嬉しかったので、あの日の余韻に浸ってます。七スケミンの皆様、本当に本当にありがとうございます。そしてここからは少し昔を遡らさせてください。3年前、17歳、人生で初めてアイドルオーディションを受けて、あと一握りのところで終わりました。お礼配信ができなかったので、3年前応援していた方、今見てると思うのでここで言わせてください。信じていたのに、待ってくれていたのに、期待に応えられずごめんなさい。いつかお話ししたように少し成長して戻ってきたよ。またこうやって見つけてくれてありがとう。ステージに立ってパフォーマンスをしたあの日、自分の応援うちわを見つけて
歌って踊る楽しさを、歌って何かを披露するということはとても楽しいことなんだっていうことを知りました。結果はダメだったけど、あの時落ちていなかったら今こうやって七色民の皆様に出会っていないと思うと、良かったのかなって思います。七色民の皆様に出会えたから、3年前の苦しい思い出が素敵な思い出になりそうです。っていうかなりました。感謝してもしきれません。ありがとうございます。今皆さんから見て私はどのように見えてますか？不安ではなさそうですか？皆様、私を心配なく最終審査に送り出せそうですか？正直な話、怖いです。とっても注目していただける分プレッシャーがすごいです。皆様が優しく、そしていつも励ましてくれたから今まで笑っていられたけど、徐々にお別れの時間が近づくと同時に不安が募ってきます。でもそれだけ七色民の皆様に助けられていました。ポジティブな私でもさすがに人生をかけたオーディションというものは緊張しますね。私だけじゃなく他の候補生の皆さんもきっと同じ気持ちだと思います。中学生でこんな大きなオーディションを受けている子もいたり、すごいなと、なかなか応募できなかった私からすると本当に尊敬します。けどきっと受けることに意味があるし、この先の人生で素晴らしい財産になると思ってます。私はこのオーディションが最後ですが、それは良くも悪くもです。万が一私が落ちた時、それはそれで皆様の中で幻のアイドルにしてください。きっとずっと一緒です。わがままかもしれませんが、ななちゃんをどうか忘れないであげてください。はい、なんだか弱音を吐くのは私らしくないですね。落ちる気なんてさらさらないです。いつかお話ししたように、ショールーム始める前はただ3年前の悔しさを晴らしに STU に入りたい気持ちが、今では皆様のために、皆様に会いたいがために、だから STU に入りたいと強く思っています。これは私がアイドルを目指すきっかけとなった指原莉乃さんが言ってた言葉でもありますが、アイドルはファンに愛されなければならない、アイドルという仕事を愛さなければならない、本当にアイドルとファンはイコールでつながってるなって私は思ってます。一度きりの人生、限られた時間の中でまだまだ皆さんとたくさん思い出を作りたいです。みんなと一緒に素敵な景色をたくさん見たいです。私は皆さんとなら、すごい泣いてる。どこまでも上に行けると信じています。だから皆さんも私を信じてください。絶対に
合格してまた皆さんの前に現れます。今度はキラキラなアイドルとしてステージで長くなりましたが、ここまで聞いていただき本当にありがとうございます。伝わりましたか？これが今の私のすべてです。思ってる以上に皆様のことがとても大切で大好きです。素敵なナナスキミンの皆様、何百回も言わせてください、見つけてくれてありがとうございます。出会ってくれてありがとうございます。いつかこんな日もあったねってあったねと思い出話しようね。最後に皆様にお願いがあります。聞いていただけますか？この配信が終わるとき、またねやさよならではなく、いってらっしゃいと背中を押してほしいです。よろしくお願いします。2023年2月18日 STU48 第3期生オーディション受験生ナナちゃんよりありがとうございますこれ悲しい時。これ悲しい竹ポーズです。嬉しい竹、嬉しい竹は一緒